どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、激闘、暴走する反格者、というわけで、ムカデカネキのクエスト、やってきましたね。最近、なぜかプレイヤブルキャラクターがドロップするクエストが、始まってしまったんだが、もっと早くやってほしかったという、感じですね。というわけで、挑戦していくのは、こちらのパーティーです。はい、カネキ会議ですね。この前出た、ハイセですね。スペシャルさんのハイセを加えて、またまた新カネキ会議パーティーということで、こちらの方で挑戦していきたいと思います。では行きましょう。さてさて、最強降臨じゃないからあれだな。まあ普通の3フロアのクエストだな。じゃあとりあえずここはカネキを打って攻撃力をまず3倍にしていく。これブレイクちゃうんじゃない？危ないね。でブレイク、ハイセ貯めたいな。水のハイセ貯めたいぞ。あ、これ案外硬いな、あいつ。あ、いけるわ、でも。オッケー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 。まあまあ、そんな詰まるとこじゃないよね。シャチかな？あ、違うわ。一瞬ね、シャチかと思った。じゃあ、まあ、金木、スキル全員貯めた状態で次行きたいな。ていうか、せっかくムカデ連れてきてんだから、ムカデ出そう。そう、ムカデを出しましょう。ブレイクしていく。とりあえずムカデを出して、そうだよあ、そうだ、このドロップするムカデってボイスどうなってるんだろう。めっちゃ気になるんだけど。私気になります。で、最後死神で締めてもらおうかな。締まらないかもしれないけど、空畜でお願いします。あれ、こいつまだ特攻でついた。あー、締まらなかったな。まあいいや。じゃあハイセ打ってズン。あ、有利属性じゃねえからか。有利属性じゃねえからなんだったら、こっちの暴走排水に変えましょう。はい、突破と。危なかった。ラスト一発で突破したわ。じゃあ、見てこれ。うお！お、ポーズバリバリかっこいいじゃん。このさ、暴走、若干見えないんだよな。暴走排水と、指名排水の。カグネがね、後ろにこうバッサバッサなびく感じが、指名配線の方が若干滑らかなのかな。うん、なんか若干滑らかだね。なんか多分暴走配線はまだね、ちょっとうねうねしてる感じがする。まがまがしいな。とりあえずやっていこう。相手の武器耐久値は何これ、12かな。アタックポイント5だね。てかこいつね、めちゃくちゃイラストかっこいいんだよね、このムカデ。あのフェスゲンよりかっこいい説ある、あると思います。つまなきゃ。暴走打って、暴走武器耐久値を削るスキル内容ではないから、どんどん打っても大丈夫。ザン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 。あ、こいつ硬い？もしかして。もしかしてこいつ硬い？ハイセが行きそうだから、ハイセを下げたいな、後ろに。多分あいつ、脆いから。ハイセって脆かったっけ？防御力いくつだったかな？最近もう200とかなんかも出てくるし、しかもフリー属性だしね。つまなきゃ。まあでもね、相手のムカデのあれだよ、ポーズよりこっちの指振ってるムカデの方が好きだよ、俺は。ポーズ的にはボイスは一緒なのかな。死神打って回避率を上げていく。まあとりあえず相手のターン一回見てみようか。全然減ってないじゃん。全然減ってないんだから、相手の体力がよ。おおおおお、え、お、君は半殺しだじゃん。あ、しかもこれ新ボイスじゃんこれ。あ、ムカデ行っちゃった。あ、ハイセも行っちゃった。やっぱ脆いんだよな。あ、やべやべ。え、このさ、君は半殺しだのやつさ、明らかにグルカルの時とは違うね。まだ耳に残ってるわ。明らかにあのボイスとは違うから、これ新しく通ったのかな。新しく通ったのかもしれないな。とりあえず、第二形態になって、相手の攻撃力下げないとこれ負けるぞ、これ。これ、負けたくはないな。敵耐久値削るのは、水排泄が、死神排泄削れるから、そこは死神さんに任せて、とりあえずこれ撃つ。で、ブレイクするのはもう死神だ。シフトできるのが死神だけか。心もとないな。相手の攻撃力をとりあえず下げて、
死神敗戦でブレイクしていく。いやー全員2人が死んじゃったのちょっとダメだな。っていうか全然削れないんだけど大丈夫かこれ。僕だこれ大丈夫これ、まあ、絶対半分も減ってないんだけど大丈夫ですかこれ。まあ、相手非属性だからハイスで削るしかないんだけど死神でよ。サンターンの間覚醒状態、ここで相手が、ああこれあれだね、残しておいた方がいいな、次のターン打てなくなりそう。まあシフト1を残ってるからいいんだけどよ、シフト1を残ってるからいっか、打っちまうか。普通に今のアタックポイント入れなかったわ、1残して殴ればよかった。おお、まあそこそこ削れたな。相手の攻撃力下がってるし、ハイスはかわすし、 0.8 倍いい。おお、かっこいい。あ、めちゃくちゃボイスの種類 多いね。1000引く7話と君は半殺しがあるね。真ん中のあれだね、あの2周年カネキは、石カネキは潰れてほしくないね。とりあえずガンガン削っていく。あ、そうか、誕生日カネキもいるから削れるね。グールだ。 1.8 倍の 1.8 倍 ?1.8 倍だっけ。僕だ。こいつも 1.8 倍だったんだ。こいつは全然あの今まで削るっていうイメージがなかったからがっつりスルーしてたんだけど。で暴走メンター出して、暴走メンタースキルたまんないね。さあブレイクバーストが発動していく。駆逐でお願いします。ザン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 。オッケーオッケー、やっと半分だ。いや、やっと半分だ。遅すぎる。いやムカデ強いぞこれ。なんかふざけて金木会議、別にふざけてたわけじゃないんだけどさ、金木会議で来ちゃったけど、なかなか苦戦するなこいつ。グールだ。いいね、このままなんと勝ちまで持っていきたい。こいつが体力少なくなって、そんなドカンと一発いってみようみたいな攻撃してこなければいけるはずではあるが、さあどうなんでしょうか。駆逐でお願いします。ザンザンザン。オッケーオッケーオッケー、なんとかいけそう。カネキ、真ん中の2周年カネキは飛ばなきゃいけそうなんだよな。あー出た、武器耐久値マイナス5。それやめて、怖いから。武器耐久値マイナス5でさ、本当に誰かブレイクしちゃったらもうそこから一気に崩れていきそうなんだけど大丈夫。死神くんは避けるからマジで強いね。今こいつの強さを実感してるから、こいつ避けてなかったらやられてる説はありますね。グールだ。あ、麻痺ってんのか。麻痺ってんのはきついし、出血までしてんじゃねえか。それはきつすぎる。出血はさすがにきつい。あー、これたまんねえな、スキル。ってことはこれ暴走メンターで削れちゃう可能性はなきにしもあらずだったが、それはないな。ドン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 。なんかタコさんいいなみてえだわ。ああ、でブレイクバースト発動していく。死神でまず削って、あーこいつらのあれだな、アタックポイントが落ちてんのがきついな。ドゥララ。おっと、溜まったが、これは打たない方が良さそうだ。シフトが全部なくなっちゃったからね、次の武器耐久値削るあれがなくなっちゃう。危ないよ。流血麻痺状態にする。いいよ。やっぱりこのボイスは初めてのボイスだよね。もしかしたらストーリーのムカデで出てきてた。そんなことないね。ストーリーのムカデはフェスゲンのムカデのはずだから。とりあえず死神で削って。駆逐でお願いします。で、二人で削って、カニキを覚醒させて、結局そのスペシャルにエフェクトをつけてほしいという俺の願いは叶わなかったわ。エフェクトつけてほしかったんですよね。
せっかくだし。僕だ。グールが青で、あ、じゃあグールが赤で操作感が青いエフェクトなら黄色いエフェクトで良かったような気がするんだけど、スペシャルさん誕生日にもつけてほしかったな。なんかスペシャル感がないんだよね、特別感が。さあこれでとどめを刺せるんだろうか。駆逐でお願いします。暴走で最後やらなきゃいけなくなるのかな。あー、暴走出さなきゃダメか。 OK、 なかなかギリギリの戦いだったよ。これはあれかな、また前と同じドロップなのかな。あ、落ちなかったね。というわけで、あ、待って、全員 HP50% 以上でクリア。まあこれは普通にガチパでいけばいけるんじゃないかなと思います。今回は金木会議で、挑戦してみました。普通に強かった、びっくりしたわ。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。